メリークリスマス。12月25日クリスマスです。まあ、クリスマスって聞くだけでちょっと人肌恋しくなったりする人も多いんじゃないでしょうかね。こんな聖夜にこんな話いかがでしょうかね。まあ男ってね、やらしい店に行ったりするじゃないですか。まあ、全員ではないですけど、でも男性と女性のはっきりした違いって、やっぱりこうそういう店に行ってきたみたいなことをこう平然と言えることですよね。女性にもそういった欲求があるんです。まあ、それをね、男の俺が言うのは気持ち悪いかもしれませんが、女性の方どうか停止ボタンを押さずに最後まで聞いていただきたいと思うんですけど、女性にもそういった欲求がある。で、最近では女性専用のそういう店もできてるっていうのは聞きますけど、やっぱり想像するとね、怖いと思うんですよ。相手は初対面の男ですから、いざという時に何をされるかわからないという恐怖があると思うんですね。で、俺こういう今こういう由々しき問題、由々しき状況の中、それに対して僕今何もしてやられへんけれども、こんなバカな俺でも近い将来こういう世の中になったら、女性の欲求も満たせて平和な世界がやってくるんじゃないかなという確固たる案が一つあるんです。ぜひ聞いてほしい。女性の欲求を満たすためだけの鬼がいたらいいんじゃないかなと思うんですよ。世の中の女性は人生で3回だけその特権を使うことができるんです。腕に出来物が3つ作られます。それを1つ押すと、私の欲求満たして、その思いが山に届くんです。そしてその思いが山に届き、山に鬼がいます。鬼があなたの欲求を満たすために頂上から麓までブワー降りてきてくれるんですよ。どうですか。この鬼の説明を少ししておきましょう。聖を満たす鬼と書いて聖満鬼。いい名前でしょ。全身紫色のね、この牙もこの下からグワーンと伸びてるような鬼ですからね、筋肉質です。で、身長そこまで高くない、138センチぐらいですかね。それぐらいの鬼、聖満鬼がバーッと麓まで降りてくる。そしてその麓で聖満鬼と言って、誰が自分を呼んでくれたかというのを探すんです。そう、聖満鬼はもともと目がないんです。だから見えない、どこに人がいるのかっていうのを一生懸命探すんです。そこは呼んだ女性が、あなたが聖満鬼さん、私が呼びましたと声をかけてあげてほしいんです。そしてあなた自身がプレイしたい場所までその聖満鬼を運んでほしい。聖満鬼ついていくから、素直ですから聖満鬼は。ただ聖満鬼、ごめんなさい、女性の方もごめんなさい、テクニックはそこまでないです。素人以下っていうか、素人、何を持って素人か分かりませんけれども、一般以下でもめちゃくちゃ優しいです。愛にあふれてます。聖満鬼はあなたの髪の毛を撫でながら、聖満鬼って言ってくれる。これは1億人の中からあなたのことを見つけることができたと聖満鬼が支えてくれてるんですよ。一つだけ気をつけてください。自分が読んだ聖満鬼じゃなくて、人が読んだ聖満鬼には絶対に触るな。免疫ついてない人間から触られると聖満鬼はすぐに死ぬぞ。こんなことが起きてはいけないけれども、もし亡くなってしまった場合、聖満鬼が亡くなってしまった場合、裏返せよ、体を仰向けにさせるな。これはもう理由は何でかはもうあえて言いません。そこはお願いします。そして最大の注意点、この聖満鬼システムはあくまでパートナーがいない女性の、シングルな女性のためへのシステムですからね。例えばあなたにパートナーがいて、男性と楽しんでる、愛し合ってる、その最中にね、おもちゃみたいな感じでさらなる刺激が欲しいわと言って聖満鬼を呼ぶのはマジでやめてくれ。これ今更言いますけど、あなたがこれ押すでしょ、欲求満たしてという思い、それが山の聖満鬼の方に伝わるんですけども、とんでもない音量で脳内でギャーとえげつない機械音が鳴り響くんです。うわーってなるんです聖満鬼は。その後に麓に降りてきて、パートナーがいたらどう思う、聖満鬼怒ると思う。さっきも言いましたよね、聖満鬼愛にあふれてるんです、優しいんです。じゃあどうするか、その場に対して聖満鬼が気を使うんですよ。その人間のしょうもない男よりも自分の方が生物的に
男的にレベルが上やってことを性満期は本能で知ってるから、その場に対して愛のあふれた性満期は気を使うんです。気を使ったらどうなると思う？2割の力でやるんですよ。変な気を使わすなぐらいですかね。あ、性満期さっきもともと目がないと言いましたけれども、非常に性満期外国の車が好きでして、キャデラックとかが通ったら普通に目開けて見るらしいです。この漫談、この話が僕から視聴者さんへのクリスマスプレゼントです。チャンネル登録、同情破り、よろしくお願いいたします。いや、高評価のこと同情破りって言ってんじゃねえよ。